にちは、かけむねです。アカウント問題、無事、乗り切れそうです。ありがとうございます。それからお知らせなんですけれども、スポーツカーコミュニティ、車大好きっていうブログの方で、今度、こちらの、インプレッサ用の ストラットタワーバーですかね、クスコさんの、ストラットタワーバーのレビューですね、載せますので、またぜひ、見に来てください。これですね、クスコさんの、オーバルタワーシャウトっていうんですかね、GVB インプレッサーのフロントのショックの上にポッと乗せて、直進安定性を高めるパーツなんですけれども、それのレビュー今度書きますので、ぜひ、見に来てください。すいません、宣伝で。今日はすいません、伊藤園さんのブルーベリー&アサイミックスのジュースですね。の動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。伊藤園ブルーベリー&アサイミックスポリフェノール 160mg アントシアニン 45mg です。果汁は 30% です。そういたしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。果実はブドウにブルーベリーにエルダーベリー、ザクロ、カシス、アロニア、あれアサイは入ってないんですかね。あとは糖類ですね。それからカシスエキスにはアサイエキスでデキストリンと繊維3ミリ量ですかね。すいません、こちらに戻って3ミリ量。あとは環状オリゴ糖、香料、クエン酸第一鉄ナトリウム、酸化防止剤です。あとはカロリーの方は1本あたり92キロカロリーということです。それから、そうですね、伊藤園さんのアサイミックスの特徴ですよね、こちらの方に記載ございます。これはちょっとスバルさんの方に用事で行った時に自販機で買ってきたんですけれども、初めて見るんですが、新商品なのですかね。はい、こちらがブルーベリーとアサイミックスの中身なんですが、なんかどす黒い色していて、すごいそうですね、ベリー系の匂いがすごくしてまいります。それではお味の方チェックしてみたいと思います。おう、そうです、カシスがよく効いているんですけれども、全体的にブルーベリーでまろやかな感じに仕上がっています。甘さはまあそんなにないんですけれども、すごい心地いいブルーベリーの、テイストを楽しめる感じになってますね。美味しいです。ちょっともう一回チェックしてみます。あ、美味しいですね。最初は口当たりカシスが来るんですけれども、飲み込んでいるうちにブルーベリーのまろやか言うたら変なんですけれども、まろやかですよね、ブルーベリーのテイストにじわっと変わって、程よい酸味でまろやかにいただけるっていう内容になってますね。美味しいです。これは100円で売ってました。多分スバルさんの会社の中で売ってたんで100円だったと思うんですけれども、どうなんでしょうか。伊藤園さんのブルーベリー&アサイですね。それではただですが、失礼させていただきたいと思います。